俺のうちは見えとんねんな。見えてますよ。フォアね、下から油落ちるでしょ。はいはいはい、油が落ちると下から火がね、ふわーなるんですよ。ああなるわね。あなるほど。で何味ですかこれは。あ塩でいいんじゃないですか。塩塩振ってもらったら俺食べるときあの他なんかないですか。他は、まあ、あとうちのこのタレ、味噌だれ、味噌だれ、味噌だれか、もう何もやがったらもう塩で出します。なんか一般的なあのやつないですか。タレはないですね。あ ないです。味噌だれか塩ですね。味噌だれでいいかな。お塩でいいじゃん。まか、あ、まか、なんか辛いよ。なんで進めへんの。そんないや、でも俺はこれが一番進めたいですけど、うん、まあまあそれは好みやからね。いやいやいや、好みですな。でも味噌だれの場合は何最後に乗る感じ。もう最後にちょっとつけて、出すぐらい。まあ半々でいこうかな。味噌と塩とね。皮はでも塩がいいですわ。え皮は塩がいいところです。間違いなく。うん、研究に研究を重ねて開発した味噌だれでしょ。そうですね。ね、長い年月をかけて。でも大阪では通用しないのが分かりましたね。あ全然。でも土井の時はね、はい、強そうなんですよ。あ京阪土井駅あるんですけど、そこの商店街あるんですけど、あそこは川前のおばちゃんが、あの1週間に2回ぐらい、おいしいわって買いに来てくれたらね、いや普通のお客さんも買いに来たら、ここはあかんね。あだからまあ三重とか名古屋とか三重とか。あっち方面の、あっち方面のね、はい、味ですからね。まあ、どうやろうね。いいと思うんだけど、あの鳥なんかは合うんちゃうかなと僕は思いますね。そうですね。鳥なんかはね。はい、であれをなんかこう。焼いて、ね、絡めて焼いてみたいなことにするよりも僕の場合はだけどね、ちょっとちょこちょこっとつけて食ったらうまいやろなって思うね。ああそうですね。あのそうですね。そうですね。なんかそんな感じがしますわ、あれ、はい、あの味は。なんかつけたり絡めたりするよりもね。乗っけてこう最後に乗ってくみたいな、ね、感じがええんやろうなと思いますね。普通の一般的な焼き鳥のタレ、タレを出してもたらうちの味噌だれは消えてしまうんで ね大阪では多分ね、その一般的な甘い醤油だれ、焼き鳥のね、キッチョンでもその、あります、ね、穴出してしもたらもう、うちはこの味噌だれが必要なくなっちゃうんで。なくなっちゃいますね。はい。したもんね。もう、あの、食いたいやつはここでいいんですよ。まあまあね。帰れ。まあ、塩だけは、まあ、諦めて。なるほど、なるほど。塩はちょっと諦めますね。まあ、半々でいきますけど。はい。もう皮いきますよ。もう皮、ほんだら。皮ほんだら塩でもらった方がいいですか。はい、皮は塩で。あの名古屋に行った時にね、ええ、昔あのじゃあその
土手焼きがありますやんか、はい、まあ、土手焼きなんかこう、こうて、あ、お前生で凝ってんねんけどね、あれでも、あの土手焼きなんか、その向か、あ、この向こうの、その名古屋なんかのね、あのこれが塩、あ、すみません、塩コショウで、もし、はい、辛みがいいんだったら、はい、ああいう、その、うん、なんていうんですか、土手焼き、名古屋の、あの味噌カツみたいなのありますやんか、はいはい、味噌カツうまい ね、あれ土手焼きのタレをこうつけてやるのが初めのなんかこう、なんかこうなんていうんですか、あの味噌カツいうのが生まれた初めのきっかけはそれらしいですね、うん、土手焼き屋さんでなんかこう、まあ、土手焼き屋さんで串もなるほどみたいなね、なんかおう電話くれるで、おう出ましたよ、いつも電話くれとるのあるやん、話し中になるからさ、そうだそうだ、ああ、そうだから、どう、つけすぎた、塩コショウもありますよ、はい、うん、まあ入りに、敏郎の新婚さんいらっしゃい、消えとんな、消えた、昨日も探しとたけど、もうなかった、敏郎の方だけ、なんであかんのやろ、敏郎の方だけないんや、他みんなあんのに消したんだな、あ、誰がアップしたの、敏郎がアップしたの、二本目の東京の夫婦もおったのにな、なんかでも当時の話だよ、この間電話あってんで、うん、新婚さんやったから、うん、あの放送の方やね、うん、なんかね、うん、年間のね、年間新婚さんやった大賞のイベントにノミネートされてたんですけど、あ、そうなん、うん、もうすごいやん、ノミネートで何人で候補やってはったん、うん、そんな感じで、へえー、それはすごいわ、お、マスター映ってるわ、うん、そんな狭いところで、こっち広いのに、うん、ここは、ここはやね狭いところで、すいませんね、おい、まあまあ、そうや、あ、30あるんやけど、今日全部売り切れてな、もっちゃんやらいけないやら全部食べてくれて、山中さんが10本ちょっと言ったら、10本も見たら、これこれ、10本食べてるの30円なんですよ、で、もっちゃんが10本、池田さんが4本かな、追いつかへんから売れるわ、売れたら大きいしな、1本30円、たこ焼きも3個串刺して30円で売ろうかな串刺してね、一串30円、よっぽど売れるわ、30円やっとるけど、あんま売れすぎたら串打ち追いつかへんやん、でも50円に切り替えて、50円で売り合い、売りだから5本食べとる人が3本になるしさ、10本って頼んだ人はまあ7、8本になるやん、追いつかへんわ串打ちは、もういやいやながらやっとるからさ、いやいやあ、ちょっとこれこう食べていくね、ああ、わかりました、いや、オールシーズンで行くで、オールシーズンで、もう、今回、もう腹くけばよ、俺が嫌なことは嫌でもいい、売れたら、これはもう、いつも毎年やってますよ、そんなことないや、まあ、そんなことないですよ、もう、もう今回でもちょっとこれで通していきます、あ、
んしん。ちょっとヒットする可能性ありません。ただええけど、ヒットしたら、ね、タレで問題ですわ。大阪の方が、まあ、あんま誰がええから、醤油の。顔どうすか、まあまあ。うん、美味しい。まあ、することなかったらうちらで会おいでくれ。やるな。うん、こうやって。やりましょうか。今日パチンコあんの？これあるよ。今日ある、夜あるの？あるよ、ある。夜あるよ。あれ？あ、ごめんなさい、浅田さん来とった、浅田さん。そう。で、11月26日以降に会うっていうのはどういうことなんやろうって言ってたから、うん、いや、カッキーの給料日後ですねって説明したら、あーいあ、そういうことですか。いや、柿本さん あの給料日25日ですね、って。うん。もう25日以降はもう天下取ったぐらい金入るから、うん。あの、浅田さん多分さっさと思いますわ、うん、これ、青田どういう効果が あんのかな。いや、この下にこの鉄板から火がボーボーつくじゃないですか、これ。炭じゃないから。これね。それを消すやつ。なるほど、なるほど。おいおい、あの、取り替えてる油は火つくんですよ。学生上がりの時、ガンコのロバタで僕、やってたよ、うん、ロバタやってた、やってたね、一人で。あ、ええなぁ、ええなぁ、顔やね、顔顔、うん、焼き鳥、何焼いとったん、焼き鳥が、いろ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 、うん、魚も焼いた、魚も焼いた、アジとかでも腰刺すな、うん、表で、表で、表いうか、お店の中いけど、うん、カウンターがあって、うん、カウンターの、なんか、お客さんのカウンターに座ってるやん、うん、その前で。おしゃれだ。うん。で、横に、はい、安く行くやん。あ、並べた。なるほど。ええとこだよ。本店、梅田の本店。ああ、本店。何時の店？ガンガンコです。あ、ガンコで。ガンコのロバタ。あ、そうなんや。はい。梅田、DD ハウスしてます？あちの、ね、あの横に6階まで建てる頑固のビルがありますよ。あこれ5階でやったの。あっこね、うん。はいはいはい。あの、おはすてんじゃん、足に。そうだ、だいぶ足に。茶屋町、茶屋は、あこ柴田町か。住所で言うたら。ぐらいかな。その辺が、うん。まあ、座っとけ。はい、おっさんが3人もこんなとこ。20のおっさんが3人やったらええけど。焼き鳥屋おったのかな。いらんわ、いらんわ。やめてくれ。50近いおっさんが3人もあくまでも僕は45歳なんで。じゃあね、客も寄ってけへんわね。寄ってけへんわ。カッキーが木村拓哉くらい男前やったら俺前に立ってもらうけどな。あれ、木村拓哉よりか男前。おおこんな時間に彼女と会わへんのか。彼女今日祭り行ってはるわ。あ、祭り、家族で、家族で、家族だから休み、家族でよう行ってはんねん。はぁ、お邪魔遊ばれへん、一応ですけど、唯一の休みの時。あ、そうなん、家族で、どうせやん。あ、そういうことなん。あ、なるほど、まともない程度できへんねん。まともない、うん。家族何人家族やったあれ、5人、6人、6人家族、うん、写真とか家族の写真を見せられるけど、めちゃくちゃいい。まあ、人の家族の顔見て、それはお前は彼女やからいいけど、関係ないやんか。ああ、彼女
だけどっていう感じの家族。ああそうか、そう。お前にも家族なるかわからんもんな。吉村で、吉村だと特にも言われてる。俺はもっと若かったからな。うん。呼ばれるって。俺が年上。初給料入った。そうだ。よかったなぁ。何や、相手振り込まれとった。振り込まれとった。心配やな。心配やね。大丈夫な。信用できる会社かどうかわからんしな。わからへんやろね。何本あったんや。16,000円。うわ、ちゃんと計算通りか。うん。8回出勤して。そうそうそう。ちゃんと16,000円。クリック取られる。次は44,000円入る。来たよ。45,000円入る。11月25日。ああ。いや、11月か、1ヶ月ぐらい。やるやん。ちゃんと J の月貼るときだ。15,000円あといくらい？2万。あと21,000円。あと22,000円。ほな36,000円やっとったよ。すごいしつけやな。今度15日にもお金入んやんか、これ。おう。これ1万円で入れんけどな。ただ1000円ママに返すわ、言うてん。おう。で、1万何本になるやろ。1万。3万6000も何、何、何回言ったんやろ、はい。あの、彼女も連れて行ったから、インタビューに出るからね、2人いたら2,300円以上取られるからな。それを5回行ったら1万超えるよ。それが何回行ったんや。もう数え切れぐらい行っとんな。2万、3万6000円とか。ほとんど戻したしね。うん。ほとんどその間に3回ぐらい落ちるから。彼女歌うの？歌う。降りちゃう。365日の旅行。うん、うまい。うまいわ。え？うまいうまい。いけます？美味しいでしょ。ありがとうございます。俺はありがとうございます言われないけど。いや、そうじゃん。そんな。なんかどっかで買ってきた、ただ自分で売ってへん冷凍のやつを買ってきただけやったらあれけど。ね。やっぱり心込めて売ってるわけやからね。中国人が売ったわけちゃうからね。ね、大体中国人が売ったやつ輸入するわけでしょ。そうですね。